ファインダーのそのクリア感がニコンとキヤノンでもうこんなんでびっくりしました、うん、そう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 あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビーブでいいものが矢継ぎばや、はい。レンズも熱いですけども、えー、昨今ね、はいえーま、ソニー以外のメーカーまあいっちゃ、うんいっちゃん熱いものといえば S9、えー、と Z63 マーク3はい、二つね出ました今もう熱々でございますはいえっ、ー、と S9 に関してはデリバリー開始でもしかももう手に入るあのまた在庫が非常に好調であはいはいはいは 結構、部員さんでも何人か、ね、購入なさって結構報告されてる方あの、うん、購入したっていう報告をいただいてますね、はいうんまあ。だからそういう特別な、あまあ、私たちもいろいろ言ってましたけど、まあ、そそ使い方をある程度限定して使えばすごいいいカメラだし。ねまあ、なんていうの,あの、うん、それ以上何も言うことないです、<う>本当に。うん、うん めちちゃくちゃ動き物を取らなければご購入されたら<う>れたおめでとうございますだしきっといいふうに使,使うんだろうなっていうふうに思うし、うん、結構やっぱオールドレンズとか他のなんか純正レンズつけてない感じで使ってる方が結構多いですねやっぱり小さいっていう部分があるからねん、うん、そんな感じがしますね、うん、山用とかにもいいですねうん確かにねいいと思いますよちっちゃいからね、うん、明らかに小さいもんねこのレンズこのレンズは5300はい うん、で、まあ、あとは、今、どちらかというと、直近では S9 はまあちょっと落ち着いちゃって、あと発売したばっかなので、手に入れたっていう報告がほとんど多いのと、まあ、あとはやっぱり、そうですね、巷まで盛り上がってるのは、まあ、Z63 が、えー、マーク3が、ね。えーまあ、これがでも、あれ、発売のいつだったっけ、予約はもう開始してると思うんですあよね。あれが出 <laughs> いつだろうねちょっと私もデリバリーいつだったかな、うん、もうちょっとあなのかな、うん、やっぱ一番言われてるのはやっぱお値段ですよねうん,うんだからまああれが結局からそのカメラのあしらいがだいぶ変わっちゃったんで従来の目的であった人が高く感じてるってだけだと思いますので、まあ、僕も多分当該者だったら高く感じてると思います、うん、僕も、うん、なんだよって思うともそれはその一つの気持ちもすごくわかりますででも一方で 新しく付加された機能がめっちゃいいって思ってる人いるんですよ待ってましたとその人たちから見たら多分お値段そうだと7月12日もうちょっとちょっと待つんねあもうちょっと先やね<ー>来月かあとさまあこれはい、はい、毎,毎回、まあ、毎回なのかな、まあ、今回の特にニコンさんっていうこともあるのかもしれないんだけどほほうほうあの要はもうどうしてもスチル機能のカメラを出せ出せ っていうね。要は動画機能動画なしってことうん。それをすごい言う人が声がでかいんだよねやっぱり。ああ難しいねもうねうん。それは難しいと思うあのまあでも言うのは自由だからねまあそうそう言うのは自由なんだけどそう。言うのは自由あの出やしないだけそうそうだねそう簡単なんですよこれめちゃ簡単なんですよ言うのは自由出やしないだけそうそんなことだよねはい以上以上ですだからもう皆さんどんどん言ったらいいと思いますうん全然。もしかしたらかなうかもしれないけど出やしないだけですはい。 そだけです。EVF、うらやましいね、ソニーからするとね、本当にソニーもぜひ EVF、このぐらいの素晴らしいののまだまだ余地がありますからね、本当に思う、相当良くなる方向には、どんどんよくしてほしいなと思います。EVF、めちゃくちゃいいらしいね、本当にね、大絶賛だね、特に今回、EVF、すべての人が、う。相当力を入れたっぽいですね。 もうでもねニコンさんはね僕はちなみに一眼レフ、まあ、フィルムの時代から使ってましたけど、うんあのー、すごい顕著、僕実はねフィルムはね割と早めにフラクシブ買っちゃったんでいいそのプリズムしか実は見てないんです僕はニコンのフィルムは。だけど、えー、とデジタル一眼化に関しては割と下の方から割と順当に上がってたんですよ。僕はうんうん、うん でその時に、えー、っとねに、一番最初買ったのはいつだったかな、あれは、たぶ APSC の600番台かなんかの F なんとかってやつを買ったんだけど、うんうん、D だ、D なんとかって、うん、D600 なんだか、違ったかな、なんか買ったんですよ、うん、でそれはあのー、ボディ単体で10万ちょっとぐらいのやつだったかな、を買ったんですね。で、その時は当然 EVF じゃないです、あのいわゆる、えー、OVF が生えてたんですけど、その時ちょうどキ n ノンで、 ちょっとキャノンも使ってみようかなと思ってたんですよ、そのとき。せっかくだから、うん、どうせ全部買えなきゃいけないじゃないですか。うん、なんで、あのー、どうせだったらキャノンもちょっと買ってみようかなと思って、そのときにちょうど金額的に同じぐらいのキャノンの、えー、っとなんてやだったかな、あれ、もう全然思い出せない、60D かな、うん、60D なんかなかったか。 ある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 全然その機種名が全く APSC の 60D 私 50D 持ってたから 50D60D70DAPSC の比較的いいグレードはい APSC の比較的いいグレードそうそうそれそれそれを見た時にファインダーのそのクリア感がニコンとキヤノンでもうこんなんでびっくりしましたそう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  あれは驚いたっすね、マジで驚いた、もうそれでもう,もうす,ぐすぐニコンにしました、それは、うんあの。思い出してみると、あの当時からやっぱりそのファインダーの見え方っていうのは、相当こだわってたんだなあのぐらいのグレードのものからすごい、うん、でキャノンさんはちなみにいろいろ覗いていったんだけど、結構いいやつ買わないと、そのめちゃくちゃ透明なファインダーそう抜,け抜けの良さの映像が見,見えな,うんそうなかったですね、それは,で,それはでもニコンさんは。 割とその要はエントリーの NPSC のほうからもうすでにもうすっごい透明感のあるファインダーであれはちょっと当時、感動して結局、キヤノンは行かなかったですね、僕はそんな記憶があります。それぐらいで要はまあニコンさん、昔からファインダー、力入れてらっしゃると、うん、まあいうことでございますね。はいですねうーん このね、あ千歳さん、α7C2、はいえー、とニッパー200を使っていますが、50、300を予約しました、お,おめでとうございます。広角側の保管として、えー、キャノンのおー、G7XM3、はいはい、を中古で買いましたが、RX100 の新型がもし出たら揺らぐ、ああ、なるほど、もう広角側はもう、要はコンデジで。 要はちょっとね後でもう少しこの話はしますので、はい、もう少しお待ちくださいえだからもうさっきのねこの動画に振ったことに賛否があるだからこれもさもう本当にもう難しいよねだからもうそんなカメラは振ったって言っても別にスチールの方も機能がないがしろにされてるわけじゃないですからね,からねそうそうそういうことなんだよね結局 結局だから動画の動画っていうかまあ映像ですね、そっちの方うの,の,の、もりもりだからねそ映像そ、そっちの方の機能を足したおかげで、うん、高いじゃねえかとえ、そうそう、そういうことなんですね、俺たちは使わないからいらねえんだっていう、うん、多分論調だとは思うんですけど、うん、それはしょうがねえですよ、うん、そうしないと売れないんだから、うんね、そういうことだよね、売れないっすから、それは致し方あるめえと、それ聞いてたら、DF の二の舞になっちゃうじゃね。ね DF はそうですね、そういうことですね、DF は変な感じで今、人気あるんですけどね、そう思うと、そんなもんなのかなと、ただやっぱり気持ちも分かる、言う気持ちもすごい分かる、俺もそう思うから。だってそうなれば安くのるのは目に見えてるんだけど、じゃあ、俺たちみたいな人しか買わないってなっちゃうじゃんだから次のカメラはもう二度と作れないそういうことだよね。二度と開発資金がたまらずにはい終わりです だから、はい、両極端だだよねだから逆に言うとそういうふうな読みをしたからみたいなカメラが出るわけだよ、ねうん、ああその要はいろんなものを省いたカメラってことそうそうだからまあちょっとスチルとかそういう,だからもうある程度そのメカシャッターみたいなのも省いて両極端にその今時っぽ、うんい,ね、いい意味で今時っぽい方に振ったからああいうカメラが出てああいうふうにああいうカメラが出て、まあ、売れるか売れないかこれから。 まあ判断するんだけどまあそうです今からですね、うん、だ俺っちはあれを、うんまあ、発売してすぐはねやっぱそこはそだけどまだこれもうちょっと経ってこれで売れ,、うん、売れてなかったらほれ見たことかなのかあやっぱ売れるとやっぱこういうカメラが売れるんだってこの時代はやっぱそういうことなんだっていうふうになるんじゃねやっぱそうしたらうんあのこういう例えばこういう人たちもスチールのカメラがいいっていうのはわかるけどじゃあ売れんのかって話になってくるよね、うん、やっぱねだから。 まあ要はソニーでいうところの C2 に,になれますかって話ですね、うん、そういういことだね。うん、ソニーも最初は手探りで C 出したよ。うん、最初ボロクソぶったたかれてあ、うんなも売れねえって言われたけど結果売れて、うんえー、なんとか新潟が出ることにもこぎつけたし、うん、なんなら CR なんちゅう,うよくわかんないようなカメ,カメラも出したわけだからねそう。そこも出すことも許してもらえたぐらい、うんね、ソニーにおけるあの C っていうのは。 えー、成功してるわけですよ、うん、じゃあ、うう他社さんでそれが果たしてそのうまくいくかどうかっていうのはまあこれから、うん、うだとは思います、うまくセールスがいけば、えー、S9 のマーク2もあるだろうというふうには思うんですが、うん、うまくセールスが回らなかったらそれまでよと、うん、まあこれは仕方がないことですからね、うんはい、それは今からでございますね、うん、それは。うんなんんでででそそれ今からここののととろでまあ皆さんが買い支えるのと あとは、やっぱりもう、この機種でこういうふうにするといいよっていうのをね、やっぱり皆さんがまあ言っていくのがまあいいんじゃないのかなっていうふうに思いますけどね。ーああ、一眼レフのファインダーの見え方については、ニコンとミ,ルトミノルタがね、あミノルタもそうだったんですか、なるほどね。まあ、別に値段のこと言ってるけど、本当に為替だよね、本当にそれだよね、結局、そこで、ね。 冷静に考えて、やっぱなかなか難しいってとこだもんね。ああまあまあ、そうですね。現実的は、やっぱそこの部分で、うん。そうなっちゃったから、しょうがないよねっていうしかない、もうそればっかり。日本にいる限りは、でもこれが現実だからね。そう、もうしょうがない。うん、現実だから仕方がないですね。ズッキーさん、アルファセム、アルファインみたいな写真に振ったモデルも、それはもう Z8 があるんですよね。 Z8 があるんですね。うん、うん。ねえ。ああ、フラッシュ同調もね、もともと200分のちゃったんだ。あそうなんだね。だったらまあ別にいいですね。えー。うん。はい。まあ、そういうちょっと考の方みたいな、ね、まあただ、ね、あのーまあ、いろんなご意見があるとは思いますが、うんあのー、各メーカー、いろいろとこう、知恵を絞りながら、あのー、あでもね、こうでもねと。 うん、いうふうふに考えながら、まあ、いろんな戦略を持って、えー、精一杯の機種を出しているわけですからね、うんうん、出るまではねそれはみんなでああだこうだとい,いやいいと思うんですけどもう出ちまったらもうそれはもう応援するしかねえと,、うん、ねと俺は思います。うん うん、まあそれでね、私たち、飯の種ですけど、まあ噂もね、含めてねまあ本当そうですね、<laughs> うん、結局だからそういう話が出れば出るほど、われわれが喜ぶんですね,ね、本当にそうですね。いや、本当そうですよ、だから、うん、まあ、あのー、なんだろう、結局、われわれみたいな、そのなんていうのかな、こう噂好きの方たちが喜ぶだけになっちゃうよっていう、ね、本当にね、うん、思いますよ、そういう話ばっかりしてると、うん、と思いますけどね。